はい、もう大輝がゾウが見たいゾウが見たいと うるさく言うからもう来ましたね。いいじゃん、せっかくだってね。でも私を見たい。近くで見れることってそんなにないからね。この子たちは人に慣れてると思うな。そうだよ。なのでご飯をあげに来ました。ゾウのご飯を持って中に入りますよ。この人全然なんかゾウに餌あげていくような格好じゃないんだけど。これから会うゾウさんはね、65歳の一番年が取ってるんだ。そうそう。え、触れるのはお鼻と腕って言ってたの？ダメダメ。あ、ダメ？うん？鼻だけ。あ、鼻だけか。そろそろ到着です。あ、すごいんだけど、なんか同じ空間にいるのが本当におかしい。そしてノアさんのファッションがおかしい。デパートに買い物に行く婦人みたいな格好してるの。じゃあ上げてみてください。おお、なんか素敵だね。よかったでしょ、ゾウの。してよかったでしょ。いい経験でしょ。そう、なかなかできないもん、経験だから。でしょ。さあ次行きましょう。シービーチというイケてると言われてるビーチに来ました。雨がひどすぎて悲しい。外国人に人気な感じがするわ。あ、食べたよ。食べた。食べてる間に雨が止みました。何のための傘ですか？傘買っちゃったんだけどね。まあ、バンコクで使いましょう。ここ可愛かったな。すごいよ、到着しましたけども。ノアさん、バンコク今まで何回か行ってて、テンプル来たことないんでしょ？すごいんだけど、これ後ろも見てください。ジョンジョンジョン、ドドン。すごい、すごくない？よかったね。すごい。どうしよう、お金持ちになれそう。してわー、すごい、手がいっぱいある。すごい、なんか映画の世界にいるみたい。嬉しい、うん、喜んで喜んで。だからこんなのに喜んでくれない。すごい、この近くに何個も何個も見れるの嬉しい。どどん。素晴らしかったね。でもやっぱりどこの国も宗教の力ってすごいと思うよ。うん、これもなかなかだ、ね、ヨーロッパの教会もそうだけど、宗教ってやっぱすごいと思う。なんかちょっとした村みたいになってるのがいい雰囲気出てますね、うん、ワニに食べられちゃってる。え？本当だ。じゃあ入ってみましょう。では大きいブタさんです。ドドドドドン、うん、本当はね、あそこに上がりたかったんだけど、ここはあのタンクトップダメって自分たち知らなくて、タンクトップで来ちゃったから、遠くで見て帰ります。すごい、見て、寒い道って感じのビューじゃん。カラフルな船だね。
ノアさんが別荘を探してます。すごくいい物件ばっかり並んでるんだけど、この不動産屋さん、いいのあった？ある。いくらなんだろうね。1400万くらい。え？安くない？嘘でしょ。うん、1400万、うん、1400万円で買えるの？そう。嘘だ。これだと、これ家？ただのプール？ビーラ、ビーラ。ちょっと皆さん、この人嘘言いました。そりゃそう。1億4000万だった。そりゃそうだよ。私これ韓国のお金だと思って。やばいやばい。ゼロマイナスしちゃって。今日こそファイヤーダンスを見れるといいのですけども。これからファイヤーショーを見たいと思います。席があってよかったですね。しかもビーチサイドだし。何飲もう。綺麗じゃん。来るかもしれないよ。来た。おー、すごい。近い。コップンカー来てくれた。よかった。いいの取れた。取れた。月曜日より人が多いみたい。また今日来たんですけど、すごい人だよね。人増えたね。せっかくなので人生経験としてドリアンを食べてみたいと思うんですけども、ちょっと思ったんだけどさ、多分こことかが美味しいんだろうね。だから金額が高い。でもこことかは安いんだよ、金額が。じゃあ買ってみます。え、食べれるよ。これ分かった、臭いのが。え、臭いでしょ。うん、乾いた手がすごい臭い。え？チーズっぽい匂いになった。え？いい経験でした。オープンか。本日最終日。夜もまたいいね。うん。じゃあ行く？うん、戻るか。はい。あ、涼しい。おお、快適。お疲れ様でした。シャワー浴びたいね。うん、シャワー浴びたい。一緒に入る？さてと、仕事しなくちゃ。今日でこのジェットコースターに乗るのも最後です。ジェットコースターか。まだ旅は続きます。これからよ、みんな。本物の。何を買うの？さようなら。ありがとうございました。 W ホテルオープンかー。ほんとね、飼いの人大好きなの、みんな優しすぎて。かショッピングモールみたいで、空港じゃないみたいです、ここ。アウトレットです。そう、アウトレットみたい。これが出発ゲートなんだけど、もうなんかディズニーランドの一つのアトラクションの入り口みたい。